ちは、シカです。ついにテリベリージャム島が完成しました。島全体の地図はこんな感じです。夢番地は概要欄にも記載しているので、ぜひ遊びに来てみてください。それでは早速島を紹介していきます。まずは飛行場前の道を左へ進むと、こちらがマイホームです。入り口に飾ってあるのはこの島のロゴデザインになっています。お部屋については動画の最後にまとめて紹介しますね。この島のテーマは特に決まっていないのですが、エリアによって雰囲気を変えたり、お散歩が楽しくなるように作ってみました。続いて橋を渡った先にエイブルシスターズが見えてきました。ここから先はこの島の商店街エリアなので、いくつかお店が並んでいます。そしてこちらがケーキ屋さん。早速中に入ってみましょう。中はこんな感じで、1階はタルトやケーキのテイクアウト専門店になっています。スイーツカフェのご利用は2階へどうぞ。さらに商店街を進んでいくと、こちらにあるのが小さな本屋さん。そしてその隣にあるのがたぬき商店。さらにその隣には小さなカフェが隣接しています。お買い物の後はここでちょっと一息。商店街は他のエリアよりも道幅を広くしてレンガを敷いたり、都会っぽく作ってみました。商店街を抜けた先にはこの島の案内所が立っています。それでは商店街を戻っていって、今度はこちらのレンガの階段を登ってみましょう。左にあるのがお花や観葉植物を売っているガーデニングショップ。ここは川に沿って歩けるようになっていて、お散歩コースにぴったりな道を作ってみました。ここではポップコーンを買ってベンチに座って食べつつ、ストリートライブを聞いたり、ぼんやり川を眺めて過ごすことができます。川の向こうに見えるのがこの島の住民たちが住むカラフルな住宅街です。一番右からパッチくんのお家、そしてグミちゃんのお家、そしてこちらはチャスくんのお家で、最後はマーティーくんのお家です。住宅街を抜けてさらに奥へ進むと、海を一望できる展望台に行くことができます。天気のいい日はここを歩くのがお気に入り。右へ進んでいくと、常吉の船が停泊する浜辺につながっています。先ほどの住宅街へ戻って、今度は左へ進んでみましょう。キャンプ場の看板が見えてきました。この島の一番左上のエリア、山と海に囲まれた自然豊かなキャンプサイト。奥の岩場には望遠鏡を置いて、夜は天体観測も楽しめます。さらに左の岩場には海を眺めながら入れる露天風呂付き。浜辺にもいくつか装飾していて、こちらの浜辺にはキッズテントを置いて小さなキャンプ場を作ってみました。さて案内所に戻ってきました。今度は下へ行ってみましょう。
まずは噴水広場を抜けて左へ進むと小さな公園があります。さらに下へ進んでこちらの浜辺にはビーチカフェを作ってみました。ここからは爽やかな色で装飾された夏っぽいエリアになっています。小さな橋を渡って右へ曲がってみましょう。今度はシーフードレストランに到着。ホワイトとブルー系の装飾でまとめて地中海風レストランをイメージしてみました。ちなみにこのレストラン、テーブル席やカウンター席だけでなく、パーゴラをくぐった先にプライベートビーチ風の空間も作ってみました。レストランを出てすぐ近くにはシックなバーもあります。レストランの後の二次会にもおすすめ。続いては石の階段を上ると待ち合わせにぴったりな小さな噴水広場があります。そして噴水広場の右側にはカモミちゃんのパン屋さんがあるので早速中に入ってみましょう。店内はこんな感じ。カモミちゃんのお部屋をリフォームして小さなパン屋を作ってみました。パン屋を出て階段を降りた先は小さな港町エリアになっています。こちらはサントスくんのお家。右へ進むと海辺へつながっています。さらに港町エリアを進んでみましょう。石の階段を上ると今度はリリアンちゃんのお家に到着。そしてお隣はピータンのお家。さらに左へ進むとここは全種類のフルーツが取れる果樹園があります。続いては下の方に進んでみましょう。先ほどの噴水広場に出ました。左にはシュバルツくんのお家があります。なるべく各エリアへ移動しやすいようにいくつかの道をつなげて作っています。博物館は商店街や案内所の近くに移設してみました。右へ進んで先は森への入り口につながっています。ここは絵本の中をイメージしたキノコの森。キノコの赤と白の色に合わせてポップな雰囲気で作ってみました。キノコの森を通り抜けると
今度は畑が見えてきました。ここはおかっぴの小さな農場です。小さな麦畑も作ってみました。ここでは全種類の作物が収穫できるようになっています。ここまでざっくりと島を紹介しましたが、この他にも浜辺にピクニックエリアを作ってみたり、ハニワが生息している海辺などもあるので、遊びに来た際にはぜひ探索してみてください。それでは最後にマイホームのお部屋を紹介します。まずは1階の中央の部屋から、こんな感じでお店をイメージして今まで作ったマイデザインを飾っています。そして左側の部屋がこちら、モノトーンのマイデザインを飾ってシックな雰囲気でまとめてみました。続いては奥の部屋、ハロウィン用に作ったキョンシーちゃんワンピを飾っています。右のお部屋はお洋服の仕立て部屋をイメージしてみました。続いて2階のお部屋はソファーやベッドを置いた生活スペース、そして地下の部屋はキッチンのあるダイニングルームになっています。ということでお部屋紹介は以上となります。いかがでしたでしょうか。作り終えての感想は、やっぱり島くりは難しいけど楽しいですね。なかなかアイデアが思い浮かばなくて悩むことも結構ありましたが、ゆっくりマイペースに楽しみつつ1年近くかかってしまいましたが、ようやく完成することができました。このテディベリーチャム島編は今回で一旦終了となります。ここまで見てくださりありがとうございました。